我が輩は猫である、坊ちゃんなど温かみがありユーモアあふれる作品で有名な夏目漱石。実はこれらの作品、漱石は軽い気分転換のつもりで書いていたことをご存知ですか？人間関係と病に悩み精神的に追い詰められていた漱石、それを見かねた俳人高浜虚子に文章でも書けば気が紛れるだろうと勧められ、初めて書いた小説が我が輩は猫であるだったのです。しかし5年後、漱石は大病で生死の境をさまよいます。そしてこれをきっかけに漱石の作風は人間の心の闇に焦点を当てた暗い作品に変わっていきます。例えばこの心、人間のエゴイズム、倫理観との葛藤を描いた漱石晩年の代表作です。この作品にこそ漱石の本当の顔が隠れているのかもしれません。心、第1話ではお嬢さんとの恋愛、Kとの友情、裏切り、自殺を先生の目線で描きました。第2話では原作にはない Kの目線でこの物語を描きます。果たしてKの目には2人はどう映っていたのでしょうか。そしてKはなぜ自殺という手段を選んだのでしょうか。